はい、前原です。ケイちゃん、私です、シオン。どうした？こんな時間に。お姉をうまくごまかせたかなと心配になりまして。リカちゃんの演舞を見てなかったのがバレそうになった時はヒヤッとしたけど、まあなんとかなったぜ。さすがケイちゃん。うっせえシオン。それからあの、ちょっと確認したいことがあるんですが、あの、今晩の綿流しのお祭りの時に私たち4人入ったじゃないですか。どういうことだよ。つまりお社様のたたりに襲われたんじゃないかと。二人が狙われていたとしたら、その理由は明白です。なんでよりにもよって綿流しの日に西宮殿に忍び込もうなんて言い出したんだよ。ごめんなさい、まさかこんなことになるとは思ってなくて。俺は全然関係ないんだぞ。どうすんだよ。どうすんだよ。シオン、どうやって責任取ってくれるんだよ。おい、聞いて。おねどういうことか説明してくれるかな。違うんです、おね、私の話を。あなたがケイちゃんを巻き込んだの。ケイちゃんもたたりに襲われるの。ケイちゃんが、あんなに優しくしてくれたケイちゃんが、シオン、あなたのせいで。まだ話は終わってないよ、シオン。来ないで来ないで。あなたのせいでお社様のたたりはケイちゃんを選んだ。ケイちゃんにもしものことがあったらあなたのせい、シオンのせい。返して、ケイちゃんを返して。来ないでって言ってるでしょ。ケイちゃんを狙うのは誰？シオンは知ってるんでしょう？葛西さんから聞いてない？知らない。村の誰が命令を出してるの？知らない。バッチャなんでしょう？御三家筆頭の園崎お涼が裏で糸を引いてるに決まってる。知らない、知らない。私が知るわけない。お願い、それ以上。おねえ。どこ行くの？まだ途中でしょ。本当は私だってこんなことしたくない。でもやらないといけないの。村にこびりついた飲酒を誰かが終わらせないと。それは園崎家次期当主である私の役目。私がこの手で村の安部を浄化する。そして、ケイちゃんを守るのだから。シオン、あなたも協力して、知ってることを全部話してくれたら。シオン、私、これ。シオンのことは殺し。ごめんね、ごめんね、シオン。
安心してシオン、ちゃんと最後までやり遂げるから。ケイちゃんのために。バッチャに聞きたいことがあるんだ。前に園崎家はたたりと無関係だとか言ってたけど、本当のことを話してくれるよね。